グループ A 第2戦、トップはカルソニック星野。約2秒遅れて強積鈴木、そのすぐ後ろに BP 横島。STP 対産 GTR の高橋は4位を走行。今や最速のセカンドドライバーとなった土屋が後に控えているだけに、その走りは余裕を持っているのか。しかし5位争いを演じるユニシアジェックスと HKS がペースを上げ差を詰めてくる。7位にカーナンバー8 FET 三崎。クラス2ではトップオートテックスコットに対産 M3 模擬が再三仕掛け、至る所でドッグファイト。クラス3トップは依然イデミツシビックがキープ。4秒遅れてジャックスが2番手。カローラ勢はラファネルとミカサロが熾烈な3位争いを展開。10周目 HKS の羽根がスピン交代。これをきっかけとしたようにレースは中盤戦へ向けさらに激しさを増していく。クラス3では12周目に5次元カローラがトムスレディンをパスし3位に浮上。しかしそれもわずか3周、15周目にトムス・ラファネルが抜き返し再び3位へ。クラス1は先行したカルソニックの3秒後方、激しさを増してきたのは2位争い。強積鈴木にテールトゥーノーズで続く BP 横島、さらに STP 対産高橋がその2台を射程に捉え虎視眈々と隙を伺う。29周目、意外にもクラス1勢で最も早くピットインしたのはユニシアジェックス。残り36周のステアリングが福山に委ねられる。 STP 対産も33周目にピットイン、十分に逆転可能な範囲での交代。土屋圭一のあの驚異的な追い上げが見られるか。そして各クラス上位陣が続々とルーティンのピットイン。トップカルソニックは35周目、星野から影山にドライバーチェンジ。36号車のトムスレビンは関谷にスイッチ。2番手を走行していた日光強積は38周目にピットイン。しかし作業に手間取り大きくタイムをロスしてしまう。全車ピットインが終了した時点でトップはカルソニック影山、直後に BP クリステンセン。STP 対産土屋は単独3位を走行。4位にユニシアジェックス福山。日光強積は5番手にポジションダウン。ドライバーは最年少の飯田明。6番手に FET 長坂。クラス2トップはオートテック、ドライバーは中谷昭彦。2位の対産 M3 は水野文則がドライ。3位に朝日機構、昨年の全日本 F3 チャンプアンソニー・リードがステアリングを握る。クラス3、出光シビックは前回に引き続き独走態勢。岡田秀樹がトップを快走。2番手はジャックス・シビック、昨年末から成長著しい服部直樹がドライ。2台のシビックを追うのはベテラン関谷のトムス・レビン。40周を過ぎ激しくなってきたトップ争い。周回遅れのマシンに阻まれ、カルソニック影山と BP クリステンセンの差は縮まる一方、昨年も繰り広げられた好バトルが今年も展開。43周目には完全にテールトゥーノーズ。クリステンセンが影山を攻め立てる。そして45周目、これが両者ともに痛恨の周回となった。激しいバトルを展開する2台はブリッジ下で接触。カルソニックがスピンし、トップは BP。 カルソニックはコースアウトし優勝争いから脱落。これで2番手に上がった STP 対産土屋。カルソニックのダメージは小さくすぐにコース復帰するが3位。このまま BP 独走で終わるかと思われたが、49周目、 BP に対してオレンジボールが出された。接触の際に破損した右ウインカーに修理命令が出たのである。
余儀なくされたクリステンセン、応急処置を施しすぐにコースイン。しかしすでにトップには STP 大山の土屋が立っていた。カーナンバー8 FET-GTR はエンジントラブルのためスローダウン、リタイア。クラス3トップを快走していたカーナンバー100イデミツシビックも突如ペースダウン。代わってジャックスシビックがトップを奪う。クラス2はオートテック M3 がトップを完全にキープ。残り10周トップは STP 大山土屋、5秒差で BP クリステンセンが追い上げ、3位にカルソニック影山、ユニシアジェックスと日光強石は4位争い。そしてレース終盤、いつもはアグレッシブな走りで追い上げる土屋だが今回は逆、クリステンセンに激しく攻め立てられながら懸命にトップをキープ。コース前半高速セクションで差を詰めるクリステンセン、しかしアップダウンの激しい後半で土屋が引き離しにかかる。目の離せないバトルは最後の最後まで続いたが、結局土屋逃げ切り、 STP 大山 GTR 念願の初優勝。2位の BP との差はわずかに0秒763。薄氷のしかし会心の高橋土屋組、待望の初勝利である。頑張った。トムがもうかなりペース上がってるの分かってたから、こっちは前も後ろもズルズルで、高速コーナーがフロント逃げてっちゃうから、左足でブレーキ使いながらフロントカージュかけて、でももうとにかく国さんと真ん中で出したかったら、もう何しても勝ちたかった。いやもう、ね、トムに何を言われようが勝ちたかった今日は。いやいや、それとも今ケイちゃんの頑張りすごかった。最後の最後でね、7秒台出してるのは、これは本当すごいね。国さんと初めて一番高いところに上がれます。もう皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。本当にね、もう最高です。今日でもね、トップになれるとはね、希望はしてたけども、まさかっていうような感じでね、いやもう祈る気持ちで僕はね見守ってましたよ。もう最高だね、ケイちゃんね。本当トムにはね、一緒にやってよかった。よかった。ね、国光に本当に報告しなきゃ。よかった。本当よかった。クラス3ではジャックスシビック服部金石組が優勝。やっぱり前半ずっと100万がね前行って、それもかなりリードしてたから、けど諦めずずっとね前半追っかけてたんですけど、ありがたいことにトラブルが出て、あとはもう楽でしたけどね。カローラ勢では関谷ラファネル組が連続2位をゲット。クラス2はオートテックが2連勝。史上最強のツーリングカー GTR、 最後の王者は果たしてどのチームか。次のステージは東北スゴーラウンド。